とうとうグランドオープンして2024シーズンが始まり、スピ開放上限が4400となりました。ということで、スピ開放する西武純正の選手を紹介していこうと思います。1人目、侍松坂大輔さん。西武純正の先発の中では一番強いんじゃないかなと思っています。球種がかなり使い勝手いいですね。エースとして重宝しています。1人目、吉川光雄さん。左のツーシーム持ちで、スラーブ変化のパワーカーブが使い勝手いいですね。覚醒で獲得して良かった選手第1位です。3人目、石井武弘さん。パームが強い。4人目、森脇亮介さん。超タイピンで変化球お化け強い。5人目、伊藤翔さん。実はツーシーム持ちの選手です。フォーク1もいい味出してる。しかも超タイピン持ちという破格っぷり。これまで突してませんでしたが、今シリーズ覚醒とコーチを使って初めて極みにしようと思います。獲得してから4年越しです。他にも解放したい選手たくさんいるから、 S ランクいっぱい解けるね。ちょっと待ってろ。